はい、こちらがですね、萩の新しい観光拠点の明林学舎です。駐車場はそこ、向こうが、明林小学校、新しい小学校で、かつての小学校が向こうで、さらにかつては、藩校明林館があった場所ですね。で、ここに萩観光案内所があって、地図があります。説明します。今バスの駐車場ここ現在地で、そこに南門があって、でこんな感じでね、建物が4つ並んでて、本館が入り口、2号館、3号館、4号館となってます。で、入って玄関で靴を脱いでスリッパに履き替えて、ずっとあとはね、スリッパで見学できます。で、本館にはここは無料で、インフォメーションコーナーとかお土産ショップとかねありまして、2号館からが有料になります。2号館が幕末ミュージアムと世界遺産ビジターセンターになっているということで、めちゃくちゃ展示物ね、立派です。で、3号館4号館は、まあ、観光協会とか交流室とかコワーキングスペースなんで、あんまり観光客は関係ないかなといった感じですね。だからメインはこの、見るのは2号館がメインで、まあショップとかあるのは本館ということですね。はい、でバス降りたらこっち、そこ体育館で、あの花もゆやってた時は大河ドラマ館になってましたね。でこれが南門、でここからね、こう建物がボン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 って4つ並んでて、手前が本館、ここは無料、あと2、3、4、2号館だけ有料。今回週1時間なんですけれどもね、案内人さんと一緒に見て、まあ2号館だけでもね、2時間3時間見る人いるっていうぐらい見応えのあるね、施設でございます。でここ入り口で、団体はね、団体用の下駄箱があるの でここで靴履き替え、で団体は団体専用の下駄箱を利用ということです。はい、中入って左側がインフォメーションセンターで、駐車料金もね、ここで支払います。奥にね、カフェがありますね、喫茶コーナーで、こっちにお土産屋さんと、あとトイレとあります。トイレ、あとお土産ね、ショップ、奥にね、レストランがあります。で、この奥がメインの2号館で、ここが有料施設ということで、支払いとかはそっちでね、支払います。伊藤博文で、そこが受付です。でここから先が有料。3号館4号館はそのままね、行けます。でこんな感じでね、展示室があるんですけれども、基本的には撮影 OK で、ダメなところはね、ダメって書いているので、そこはね、写真撮影禁止ですので、ご注意くださいということです。